すげえ意外、あれすげえ意外の俺だけかな。正則さんの扱い方、あー、はい、お前一言で落とせんのかよえ、すげえじゃんこいつら。どうもノブロック TV です。本日のゲストは日曜渡辺さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。とんでもないですよ、はい、もうこれ僕呼んで大丈夫ですか。レジェンドが来て面白いやつでしょ。だっていや今現役で格闘してる人からも聞きたい話ではあるんですよこれは。なるほど、はい、ということで今回の企画はこちら、はい、錦鯉渡辺が嫉妬した芸人ランキング。ありがとうございます。この人のここに嫉妬したというのをランキング形式で発表していただきます。はい、わかりました。はい、ということで、はい、まず M1より前で、はい、なんか世に出始めたのって4年前とか5年前ぐらい。そうですね、4年ぐらい前ですかね、うん、ちょっとネタ番組に出るようになったから、うんうん、それでも、うんうんうん、でも年間で10本とかですよ、うんうん、はい、売れてない頃とは嫉妬してるランキングまた違うでしょ。ちょっと違いますね、うん、でも基本嫉妬とかしないんですよ、うん、40超えてからなんで出るようになったのが、うん、だから同期とかには全員負けてるんですよま、ずそうか、ま、ず負け終わってんだ。そう、負け終わってるんですよ同期で、うん、若手とかと一緒にライブとか出だして、うんうん、コンビ組んで出だしたっていうので一回お笑いでダブってるんですよ。なるほど、ね、そうか、留年してる人って別にその嫉妬しないですよね。そうなんですよこれでも一応 NSC 行ってんでしたっけ。 NSC って東京の5期生ですね、うん、のぶしこぶしとかピースとか同期ですね。負け終わってますね。負け終わってますということで、じゃあ第10位からお願いします。はい、わかりました。ちょっともう嫉妬っていうのもあれなんですけど、うん、もう本当にこの人ですね。すいません。あー、ハリウッド雑魚師匠ですね、はい、今の事務所 SMA に入ってから知り合ったんですけど、うん、あのパワーは人間では出せないっていう普通の人間じゃもう普通の人間でも、うん、本当に超人じゃなきゃ出せないなっていうところですね。一回、荒引き団とかでやってたアシュラマンのネタがあったんですけど、あれ昔のシアター D っていう劇場、はい、本当に70人も入らないような劇場があって、うん、そこ満員でやった時にもう大爆笑、受けすぎてその辺の金属がキーンって一回鳴るぐらいの笑いを起きてビルごと揺れたんですよ、うん、そんぐらい受けてんのに、うん、うちの事務所ライブの3軍で5位だったんですだから本当に分かる人にだけ受けて、はい、それ以外は評価されない。そうですね。いけるためにというか評価されない時期結構長いじゃないですか。そうですね。なのに世に出た時が世に出る前と何にも変わってないのがすごいですよね、うん、本当に時代が追いついたってああいうことなのかな。そうそうそう、やってること変えてないですね。変えてないです。どんなところでも絶対手抜かないですしね。尊敬なんですけどね。ちょっと同じようになっちゃうんですけ ど, なるほど、この方らですね。あー、やっぱりイキング事務所の、はい、もう一番間近で見た本当に売れた人なんですよあれでもバイキングですら、はい、売れてない人たちが急に出てきたみたいな。そうなんですよ。あのキングオブコント的にはね、はい、あのライブ界隈では今年バイキングやばいわ、もう、はいはい、キングオブコントの年になってたじゃないですか。なってました。なんかとどろいてましたよね。そうなんですよ。で遅咲きって言われてて、うん、36だったんですよそう、遅咲きって言われて、あのルックスだから花がないジジイが優勝しちゃった今年のキングオブコントみたいな、なってました、ね、なってましたよね。なってました、なってました。そう、多分今テレビ見てる人は信じられないと思うんだけど、はい、今年売れなそうなやつがそうなんですよ。だったんだよな。あとコンビ仲が本当にすごいんですよ、うん、西村さんがこの世で一番小峠英二のファンなんですよまあ、単独ライブ行くと、単独ライブの VTR 見ると分かるんですけど、はいはいはい、コンビなんかめちゃくちゃいいですよね、はい、小峠さんの言ったこと全部笑ってるんですよ、うん、居酒屋とか行って、うん、何がすごいってそんだけ仲がいいのに、小峠君テレビの地上波で、はい、西村 NG にしてるんです。そうですバイキング2人のロケ NG NG この方たちです。はい、すみません。ああ、あ、いやでもここで出ちゃうんだと思ったぐらいです。ちょっと、はい、もう漫才とか、うん、立ち振る舞いとかに対してのもう嫉妬とかそんなレベルにいないんですよ高野としさん、うん、もう尊敬、もうテレビの人って感じなんですけど、本当に高野としさんに嫉妬したのは正則さんの扱い方。
はい、同期なんですよ。そっか、ええ、北海道の同期ですもんね。そうなんですよ。俺の知らねえ正則さんのいじり方いっぱい知ってんすよ。なるほど、ええ、正則さんと組んだのが何年前でしたっけ。僕らも2012年ですね、組んだのが。ああああ、ってことはちょうど今10年か10 11年ぐらいとか。はい、そうですね。でも付き合いとしてこっちの方が長いんですね。長いんですよ、ね、ええ、正則さんがどう動くか全部分かってるんですよね。天丼してほしいのを振ってんのに、正則さん天丼とか知らないからそのまま行って、トシさんが怒って一回笑い起こって、またこのくだりをもう一回やったら正則さん天丼できちゃったことに対して怒るとか、なんかそういうテクニックいっぱい使ってくるんですよね、俺の前で。すごい嫉妬するんですよ、はい、俺何にもできないんですよ、その時、うん、すげえなこれ、面白いなって思って見ちゃうんですよ、ね、なんか誤歳がそうそうです、うん、本歳と、なんかね、前歳とのやり取り見てるみたいなね、すいません。あ、長野さん、なるほど、はい、この人はお笑い芸人じゃないんですよ。この人スーパースターなんです一回この人と一緒に、長野さんと一緒にライブ一緒になって、それがなんか芸人が全然ウケなかった時が、はあ、何やってもウケねえ時は長野さんが俺に任せろっつって、マジでマイケル・ジャクソンぐらい2分ぐらい経った後にラッセンやりだしたら大爆笑でそっから芸人がめちゃくちゃウケるようになったっていう。スーパーヒーローぶり見せてもらったことあったんですけど、ね、憧れの人ですね、うんうんうん、僕の、はい、じゃあここですいません。おー、ナイツ、はい、なるほど、うちの漫才協会の会長でございますけども、ね、うん、もう単純に漫才が面白いああ、やっぱこれ勝てねえぞと、うん、何分でも見てられるなっていうので、はあ、僕らなんてネタ始まったら逃げ切ることしか考えてないですいやていうか、あの長い尺やると疲れちゃうネタですもんね。そうなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、なんすかね、何とかじゃないですよ、本当にネタが面白くて嫉妬してるコンビっていうのはナイツかなっていうのが、だって言ってることなんてダジャレですよ。そうなんですよ、なんでダジャレこんな面白いんだよ。いや不思議なんだよな、ダジャレ言って土屋くんが訂正してるだけなのに、はい、そうなんです。でうちともやっぱ携帯ちょっと似てるんですよ、2人の会話がないみたいなところ。ああ、そうか、掛け合いじゃないですもんね。掛け合いじゃないんですよね。だからその点とかもやっぱちょっと意識じゃないんですけど、ちょっと見ちゃいますね、営業とか行ったらナイツのネタは絶対。いやでも納得の 前半戦というか、ちょっと、まあ、10位から6位までということで、うん、続いて第5位お願いします、はい、5位。これはちょっと見てる人が分かるかなっていうところなんですけど、どれだろう、水の黄昏っていうのはあー、分かる人、まあ、この YouTube 見てる人は半分くらい分かるかもしれない、ね、まあまあ、 あの地下の王というか、地下の、そうですね、うん、これもちょっと長野さんに似てるんですけれども、うんうん、小井さんのネタ見た時に、あれ俺こんな楽しんでネタやってるかなって思ってあるぐらい本当に楽しそうにネタやるんですよ。ハイパーサービスドン、マックス、サービスドン、ウルトラ、オリンピック、カーリング女子、どうだどうだどうだ、バース、武田君と芝滑り、オッケー、嘘だろ、若津子で空飛べてる二人とも超ポジティブで、うん、楽しいことしか考えてね、それがただ大人になっちゃった人っていうちょっと羨ましいなって思う。二人ともジャンプの主人公みたいなやつなんで、ね、そうかそうか、っていうか虹の黄昏みたいなコンビって、はい、どっちもこのネタ面白いってやってない思ってない限り、うん、相方の策略とか、うん、相方の計算とかでやってたらどっかで方針転換しちゃいますよね。そうなんですよ、二人とも合致してるから、ね、そのまんまいけてる、二人とも合致しててこれ面白いからやってんだが、はい、続いてるっていう意味で言うと理想ですよね。理想ですね、ちょっと羨ましく思っちゃうコンビですね。いいなって感じ、全体的になんかブレない人が本当だね、っていう感じですかね。本当っすね、ブレてない人に憧れる、はい、うん、やっぱ錦鯉はどうなんですか。僕らはもうブレブレの人間ですよ僕なんか本当にブレてブレて転がって転がってたどり着いた。そうですね、うん、僕は最初ボケやってましたからね。そっか、そうですね、向いてねえなと思って本当にこの人たちは表側に立つべき人たちなんですよ。なるほど、
僕は表に立つ才能が ないなって思ったんですよ。前ボケやってる時に今もなんですけど、うん、それに関しては表に立つ才能は僕は持ってないって思ってやってるんですよ。だから正則さんっていうロボに乗り出したっていう感じなんですよね。前に出なきゃ死んじゃう人ですから、あれそうですよね。ご飯食べられない人ですから、うん、あの人前に出なかったら、ええ、もう本当ただののたれ人の人です。そうなんですこれですね、はい、へえ、オズワルド。オズワルドですね。ここで、はい、へえ。最初出会った時がもうオズワルド自体がもう吉本のライブにも出られないようなやつだったんですよ。ランクだった。ランクだったんですよ、うん、吉本のライブ出られないから地下のライブに来て、うんうんうん、こっそり出てるみたいなやつだったんですよ。でネタも、まあ、今もそうですけど声ちっちゃい感じで、うんうんうん、ボソボソやってるようなネタでめちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ受けてるんですけど、うん、まあでもこいつらどうなんだろうなみたいな、うん、なんか別にはっちゃけねえしなみたいな感じで見せたら、うん、ライブのエンディングとかで伊藤とかバンバン前に出るんですよ、うん、お前前出れんのかよえ俺と同じだと思ってたみたいな、うんうんうん、前出てバンバンさばけんのかよって思ってたら、うん、畑中がちょっと出てきて一言でボンって落とす、うん、お前一言で落とせんのかよえすげえじゃんこいつら、うんうんうん、っていうところではもうめちゃくちゃ嫉妬しましたね。最初の出会いで、最初の出会いで、うんうんうん、でそんな一緒に地下ライブ出てたのに先に M1 の決勝行ってますし、うんうん、確かに、で M1 の決勝のところには、はい、もうそのボソボソプラスちゃんと、うん、あの伊藤のブチ切れるみたいなのも加えてね。そうなんですよ、うん、ちゃんとそういうのもあの地下劇場で吸収して入れてってるんです、うんうん、で今普通にバラエティの平場めちゃくちゃ得意ですもんね。そうですよね、ご一緒に一緒にやってて思うんだけどめちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いですもんね、全然思ってたのと違ったと思いながら見てますよ俺オールナイト藤子、うん、あの本当20代の女の子とか上手に回すんですよ、やっぱ、あのキャバクラやってたから。そうですね、うん、うまいんですよね。うまいんですよね、はい、でもこれまでバッて見てっちゃうと3、2、1誰なのか俺もう今回は全く想像つかないですね。ああそうですか、うん、これですね、はい、ヒコロヒー。すげー意外、あれすげー意外の俺だけかな、意外なんだよ。あそうですか、うん、ヒコロヒーの成り上がりを見てきてるんで。ああ僕が初めて会った時なんかそのライブが大喜利やったり企画やったりするようなライブで、うん、客が3人ぐらいしかいなかったんですよ。うんうんうん、そこに僕らとも誰かとヒコロヒーが来たんですけど、俺ヒコロヒー初めて来た時そこ雑居ビルだったんですけどスナックの店間違えて入ってたのかなってそのままあお客さんかと思ったら、こっち来るんだって楽屋来て、うんうん、でそのまま始まったら大喜利でも企画でも全部大爆笑を取って手ぶらで来てタバコ吸ってタバコだけ吸って そのまま帰ってって、うん、あいつ誰だって、あれヒコロヒーっていう松竹の芸人で、うん、ああそうなんだって言ってそれからあれよあれよと、うん、もう今テレビの MC ですよ。そう CM 何本 CM 何本、うん、すごいちゃんと登ってくの全部見てますからね。いやいやそうっすね、いや俺も見てます見てます。だから最初M1 に南カード出たのと他の企画ライブで俺も見て、ゴッドタンで声かけたんですよ、新世代男女芸人っていうのを3年前か4年前ぐらいやったのが、はい、カエル亭とラランドとヒコロヒーなんですよ。でその3組が3組ともまだ売れてなかったんですけど、うんはい、ちょっと全員バカ売れしてっから俺引いてもらったもう半年後にはなんか綺麗な紫のスタイリストの用意したセットアップ着てて、はいはいはい、あ松竹が売る体制になってるって思ったもんな。もう手の届かないとこ行っちゃいましたからね。手の届かないとこには行ってないで、今チャンピオンなんだよ。売れすぎですって、まあね、すごい、まあ、虹の黄昏は置いといてなんですけど、うん、全員変わってない気がする。そうそうそう、あそこがキーワードかもしれないですね、はい、今回ね、なんかこう世の中に出てって何かを、うん、自分のなんか大事なものを失った感じがしない人たち、うん、ないですね。ね、うん、はこいつですね、モグライダー芝ですね。他コンビなんですよ、ええ、そうですね、うん、他はコンビで書いたんですよ、ええ、バイキングもちゃんとそうです、ね、バイキング西村君もコンビでしょ。もちろんそうです。モグライダーだけ芝君なんで、はい、芝だけですいやかっこいい全てが
容姿から、笑いの取り方から、もう性格からもう全部かっこいいスマート、もうこいつも若い頃から知ってますけど、こいつに助けられたことはあっても俺がこいつを助けたことはねえっていう後輩ですね。でも、はい、カズレーザーが売れ始めた頃からなんかちょっと喋ると、モグライダー、まあ、特に芝が売れたら、俺たちの代とかは完成ですみたいな感じをずっとカズが言ってた、言ってたんです。ずっと芝君のこと言ってました。カズ君その通りだと思います。カズの言ってた通りだと思います。俺もできないことがないんですよね、全部において。モノマネもちょっとできたりするし、腹立つんですよね、できないことが何できねえんだよって思うんですよね。でこいつ何でもできるんですけど、一個だけ呪われてるのはともしげと組んでることだでも絶対多分この先テレビの中心になっていく人だと思うんで、芝の番組のロケとか行きたいですね、VTR 面白くしてくれるからそうこれもちょっと物ってな、すいません、ちょっとこれもちょっとすいません、1位でこの方なんですけど知ってますか、ユンボ、ユンボダンプの、違います、うん、東京ペールワンっていうコンビの西口プロレスのユンボ安藤さん、うわごめんなさいいや申し訳ない、知らない、本当申し訳ないです、申し訳ない。こんな高校球児は困るというかですね、まずこの、まあ、高校球児といえば太陽の下でやってますからね、もう日焼けしてますから、この黒さは日焼けではなくキューバ人ですねどこの子だみたいなね、どこの大統領だみたいな話ですよね。将来はアメリカの本塁打王よりメキシコの麻薬王あれ夢が大きくていいと思うんですよ。これも嫌ですね。嫌ですねっていうのはこれ応援したくなりますね。昼間はグラウンドでバットを振り、夜は実家のスナックでタンバリンをする頑張ってほしいですよ。1位知らないの話すいません、これも本当僕の憧れの人なんですけど、あでもテレビとかもちょっと出てたんですよ、面白そうとかもピンで出て、覚えてるのかな俺、やったりしてて、で面白そうのディレクターさんと一回喋る機会あったんですけど、あユンボ安藤さん知ってます、俺やってましたっつって、放送には載ってないんですけど、ナイナイさんの前でラブホテル漫談受けすぎて1時間やってたっていう。へー、俺多分俺調べですけど、この人漫談日本一面白いです。へえ、本当に。で西口プロレスの実況解説を東京ペールワンっていうコンビでやってるんですけど、これがほんちょっと見てほしいです。本当に素晴らしいんですよ、めちゃくちゃ面白いんですよ。東京ペールワンの東京ペールワンプロレス実況が、プロレス実況が、しかもあれってもう会場で生でやるから台本とかないんですよ。その場で見た感じでやってる、もうお客さん全部大爆笑ですから、ね、あれがなきゃ西口プロレス成り立たないぐらいの格の人なんですけど、この人と酒飲むのが楽しくてねめちゃくちゃ酒飲みなんですよ。俺25で痛風出てるんですけど、この人22で痛風出てるんですよ、ちょっとすいません、1位がちょっと本当に憧れの、すいません。いやでもなんかこれ逆に錦鯉の渡辺さんじゃないかできないランキングだったから面白かったです。 ありがとうございます。しかもなんかやっぱりあのレジェンドクラスの人で言うと、納得のランキングになっていったりするけど、今もほぼ現役の人たちのランキングじゃないですか、はい、そういう意味で言うとなんかこれからの芸の見方も変わるし面白かった。いや嬉しい、はい、ということで以上錦鯉渡辺さんの嫉妬した芸人ランキングでした。ありがとうございました。